感動、ナンバーアンダーライン愛、ロックインジャパン2024で類戦崩壊。ファン熱狂のステージを全公開。ナンバーアンダーライン愛のステージが忘れられない。感動興奮を再び。ロックインジャパンフェスティバル2024は、毎年多くの音楽ファンが集まる一大イベントであり、今年も例外ではありませんでした。今年の目玉の一つは、新進気鋭のバンド、ナンバーアンダーライン愛の登場でした。 彼らのパフォーマンスは、ファンにとって感動的な瞬間の連続でした。彼らのステージは、まさに音楽の力を感じさせるものであり、観客を完全に引き込んでいました。ナンバーアンダーライン愛は、まだデビューして間もないバンドですが、その才能と情熱はすでに多くの人々の心を掴んでいます。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、聴くものに深い感動を与えるものであり、 彼らのパフォーマンスを目の当たりにしたファンたちは、そのエネルギーと情熱に圧倒されました。ライブでは、彼らが一曲一曲に込めた思いが、まるで電流が流れるように観客に伝わり、会場全体が一体となって盛り上がりました。特に、スタンドマイクを使ったパフォーマンスや、ダンサーとの絡みは、ファンの間で大きな話題となりました。この日のパフォーマンスの中で、翔さんの笑顔がファンを魅了し、 彼の一挙手一投足に会場中が息を呑んでいました。ええー、って言ってくれるのと問いかける場面では、観客から大きな歓声が上がり、その瞬間、彼の魅力に落ちた人々が続出しました。まさに彼は、罪な男と言えるでしょう。ライブが終わった後も、その余韻に浸るファンたちは、彼らが乗った車に遭遇し、さらなる興奮が巻き起こりました。また、ライブ写真とセトリが公開され、 これを目にしたファンたちは大いに盛り上がりました。写真からは会場の熱気が伝わり、まるでその場にいるかのような感覚を覚えました。10月号のロッキン一重引用 f o ジャパンの予約が開始され、多くのファンがこれを待ち望んでいます。特別付録の別冊ロックインジャパンフェスティバル2024も含まれており、手元に届く日が待ち遠しいという声が多数寄せられています。ナンンンンババーーーーアダライのメがステージ上で見せた笑顔は、 彼らが本当に音楽を楽しんでいることを物語っていました。観客と一緒に盛り上がる姿は、まさに音楽の力を感じさせ、ファンとの絆を深めるものでした。彼らのライブパフォーマンスは、単なる演奏ではなく、観客と共に作り上げる一つの作品といえるでしょう。観客の歓声や手拍子に応える彼らの姿は、音楽を通じて一体感を生み出していました。ファンたちは、 この日のパフォーマンスを忘れることができないでしょう。彼らが見せた情熱、エネルギー、そしてそのすべてが、観客にとって最高の思い出となりました。ライブ後には、SNS 上で多くのファンが感想を投稿し、その興奮を共有していました。ライブの映像配信も予定されており、リアルタイムで参加できなかったファンも、この感動を体験することができるでしょう。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024は、 音楽の力を再確認させる素晴らしいイベントでした。その中で、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは特に印象的であり、彼らが今後さらに大きな舞台で活躍することを予感させるものでした。彼らの音楽が、どのように進化し、どのようにファンと共に成長していくのか、これからの彼らの活動に注目が集まります。彼らのファンは、これからも彼らの活動を追い続け、応援し続けることでしょう。 音楽は人と人をつなぐ力があり、その力を最大限に引き出すことができるのがナンバーアンダーライン愛のようなバンドです。彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願っています。ロックインジャパンフェスティバル2 0 2 4での彼らのパフォーマンスは多くの人々にとって忘れられないものとなり、彼らが日本の音楽シーンに新しい風を吹き込む存在であることを証明しました。ファンはもちろん、 音楽業界全体が彼らの次なるステップを楽しみにしていることでしょう。また、このフェスティバルを通じて、多くの新たなファンが彼らの音楽に触れる機会を得ました。彼らの魅力は、一度見れば誰もが虜になるほどのものであり、そのパフォーマンスを目の当たりにした人々は、これからも彼らの成長を見守り続けることでしょう。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024は、 ナンバーアンダーライン愛にとっての大きな飛躍の一歩となり、彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続けることを期待しています。最後に、このフェスティバルがどのように彼らに影響を与え、どのように彼らの音楽が進化していくのか、そしてその過程で彼らがどのような新しい挑戦をするのかに注目していきたいと思います。ファンとして、彼らの成長を見守り、応援し続けることができるのは、非常に幸せなことです。 今後も彼らの音楽が多くの人々に届き、さらに多くの人々が彼らの音楽を楽しむことができることを願っています。これからの彼らの活躍に期待しつつ、ロックインジャパンフェスティバル2024での彼らのパフォーマンスが、どのように音楽業界に影響を与え、彼らのキャリアにどのような変化をもたらすのか、引き続き注目していきたいと思います。彼らの音楽が、これからも多くの人々に感動を与え続けることを信じています。 そして、彼らの音楽がさらに広がり、世界中の人々に愛されるようになることを期待しています。ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での彼らのパフォーマンスは、まさにその第一歩であり、これからの彼らの未来がどのように展開されていくのか、その歩みを楽しみにしています。音楽は、時代を超えて人々をつなぐ力があり、その力を最大限に引き出すことができるのが、ナンバー・アンダーライン愛のようなアーティストです。 彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願い彼らの成長を見守り続けたいと思いますそして彼らがこれからどのような新しい挑戦をしていくのかその一つ一つを楽しみにしながら応援し続けていきたいと思いますロック・イン・ジャパン・フェスティバル2024での彼らのパフォーマンスはそのすべての始まりでありこれからの彼らの音楽の進化を象徴するものであると確信しています ロックインジャパンフェスティバル2024でのナンバーアンダーラインイのパフォーマンスは、その日だけでなく、彼らのキャリア全体においても特別な意味を持つものとなりました。彼らがステージに立つ瞬間、会場には緊張感と期待感が漂い、観客全員がその瞬間を待ち望んでいました。彼らが初めてその存在を知らしめたときから、彼らの成長と進化を見守り続けてきたファンにとって、 このフェスティバルでのパフォーマンスはまさに感動的なものでした。彼らの音楽は、単に音を楽しむだけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージに共感し、心を動かされるものです。特に、彼らがステージで見せた一体感とエネルギーは、観客にとっても新たなインスピレーションとなり、その日だけでなく、これからの人生においても影響を与えるものでした。ライブ中の彼らの動きや表情、そして観客とのやり取りは、 まさににその場にいるる全員が共有する特別な瞬間でした,、ま、た、ナンバーアンダーライン愛のメンバー同士の絆や、彼らが持つ音楽に対する情熱が、観客にも伝わり、ライブが進むにつれてその熱気はさらに高まっていきました。彼らがステージで見せたパフォーマンスは、単なるショーではなく、音楽を通じた魂の交流であり、それが観客一人一人の心に深く刻まれたことは間違いありません。 ロックインジャパンフェスティバル2024は、多くのアーティストが参加する中でも、ナンバーアンダーライン愛の存在感は際立っていました。彼らが披露した楽曲のセトリは、ファンにとっては大切な宝物であり、その一つ一つの曲に込められた思いが、観客の心に響きました。スタンドマイクを使ったパフォーマンスや、ダンサーとの息の合ったダンスは、彼らがどれだけこのステージに全力を注いでいたかを物語っています。 特に印象的だったのは、ライブの終盤にかけて見せた彼らの笑顔です。ステージ上での緊張感が溶け、観客と一緒に楽しんでいる姿は、まさに彼らが音楽を愛し、音楽と共に生きていることを象徴するものでした。観客からの大きな拍手と歓声に包まれながら、彼らはステージを後にしましたが、その瞬間、会場には彼らが残したエネルギーがまだ満ちあふれていました。 このフェスティバルでのパフォーマンスを通じて、彼らはさらに多くのファンを獲得し、また音楽業界においてもその存在感を強く印象づけました。これからの彼らの活動に対する期待がますます高まり、その一挙手一投足が注目されることでしょう。ロックインジャパンフェスティバル2024は、彼らにとっても、そしてファンにとっても、忘れられない一日となり、その思い出がこれからも語り継がれていくことでしょう。 ファンたちにとって、彼らの音楽は単なる娯楽以上のものです。それは、日々の生活に活力を与え、時には困難な状況に立ち向かうための勇気を与えてくれるものです。彼らの歌詞やメロディーに込められたメッセージは、多くの人々の心に響き、その影響力は計り知れません。彼らが今後どのような楽曲を生み出し、どのようなステージを見せてくれるのか、期待が高まるばかりです。また、 ロックインジャパンフェスティバル2024でのパフォーマンスが、彼ら自身にとっても大きな刺激となり、さらなる成長へのきっかけとなったことは疑いようがありません。この経験を糧に、彼らは新たな挑戦を続けていくことでしょう。ファンとしては、これからも彼らの音楽を楽しみながら、その成長を見守り続けることができるのは非常に幸せなことです。彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージは、ただ楽しいだけではなく、 時には深く考えさせられるもものでもあります彼らの楽曲には人生の喜びや悲しみ希望や絶望といったさまざまな感情が詰まっておりそれが聴く者の心に強く訴えかけます。彼らの音楽がこれからも多くの人々に届きそのメッセージが広がっていくことを期待しています。